はい、こんにちは、コムさんです。ベネトンフォード B19 に続きやっていきたいと思います。今回は、ホイールね、ホイールのマスキングと、塗装。黒の塗装は前にね、してあるので、ここのね、黄色の塗装と、マスキングと塗装と、あとね、タイヤの塗装ね、やっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。ここに見えてますようにね、丸、三つ、もう一個切らなかったんですけどね。三つだけ一応用意してあるんですけど、これで、丸切りました。13ミリやったかな？直径がね、13ミリで。まあ、ね、どの道ね、こう、なんていうのかな、こうね、かぶさなあかんのでね、これは一応ね、この辺りの止まりさえあればね、それでいいかなという感じです。ここのね。奥のね、このヘリは大丈夫です。ちょっと空いててもね、大丈夫です。まあまあ、ね、できるだけこうね、やっておきますけれども、こんな感じでね、切っていきます。で、ここ、まずここね。なかなかくっつきませんけどね。こうね。このここの角ね、こっちの、あ、映ってないかな、見えへんかな、暗いからね、この下側の角にね、まずこのマスキングテープをつけていくと、ちょっとずつ少しずつね、よいしょ、こうね、とにかくこの下側の角にね、合わせていきます。オーバーしてたらね、角にかかりすぎてもね、変ですし、かかり足らなくてもね、ラインがね、変な感じになるので、そこはね、しっかりと、で、これもここで切ろうか、ちょっと切って、で、このここのね、始まりの部分とここぞはしっかり合わせておきます。なのかな、まだ映ってなかったかな、映ってましたかね、なかなか難しいな、これ中を見せつつね、作業をしていくという難しいですね。こうですね。で、もう一個あるこのね、細切りマスキングで、ここね、このね、外側、一番外側のね、ここの角。コムさん家の近く、大雨降るんだそうです。ほんまかな？少しずつでもね、進んでいきますので、よいしょ、来た来た、ゴール間近ですよね。これも切ろう、少しでもね、行く距離短い方が楽ですから。で、こうね、押さえていきます。これ抑えられない分はね、ちょっとこうハサミでこの端っこをね、切ると、こうくんか。するとね、こう、ゆとりができてね、こっちくっつくと。浮いてるのが一番悪いんでね。はい。こんな感じ。どうでしょうか。一応ね、この黄色く塗る部分はね、確保できました。で、これでいいかな。ここ、これね、ここに切ってあるんですけど、このぐらいに切ってね、奥から行きましょうか。
こんな感じね。見えるでしょうか。1枚ずつね、縦に、縦でも、まあ、まあ横でも届けばいいんですけどね、こうね、鉢巻きで巻いたやつにちょっとかけつつね、下もこうね、この角を、ここの角をね、保護しながらね、マスキングしながら、こんな感じかな。まあ別にね、あの最初のあの丸いやつね、は、あのこれでいけばね、こう巻いていって、この真ん中だけペタンと貼っちゃえばええんでね、いらないといえばいらないんですが、一応コムさんね、あった方がいいかなと思って入れたんですけど、なくてもいけるかもわかりません。ただね、このテープがね、今貼ってるテープが短かったら届かないということになっていきます。はい、そしたらね、ここ、下ね、こんな感じでできました。ここね、中わかるでしょうか。完全に塞がってますよね。今からね、もう一回細切りマスキングね、作りましょうか。このぐらいかな。細切りといってもね、ちょっと太めの細切りね。こうして。こうね、ちょっと長めというかな、長めの短め適当ですよ、適当ね、だいたい使いやすいぐらいでズバズバと切っていきます。そしてこれをめくると、でね、ここにね、こう今度はここに貼っていきます。あ、ちょっと下すぎた、ちょっと下すぎた、こうね、このこのね、とにかくここにね、ここで止まるぐらいね、こうよいしょ、こういった方が行きやすいかな、よいしょ、うん、こういうのがいいね、ちょっと横長でもいけそうですね、こうしてね、きましょう。ちょっとだけ重ねてね、はじめの方にね、ちょっとだけ重ねて、映ってますかね、よいしょ、出ますかね、ちょっと様子見にね、折りたたんでみましょうか。こんな感じね。で、またここ。まあ仮にちょっとはみ出してもね、黄色なんでね、黒で隠せるのでね、まあまあ。はみ出さないのが一番いいんですけど、ね、仮にはみ出したとしてもね、隠せないことはないんでね、よいしょ、こんな感じ。あとピンセットのこっち側を使ってね、グリグリっとこう回りした方がいいかな、黒気づかさないようにね、よいしょ。で、この上はもうこれでね、重なってるんで、あ、ここちょっとだけ出てるかな、ね、できるだけこういう隙間のないようにね、確認して、そしてこんなもんかな。意外とね、これ周辺あの一周ねあるんですよ、長さ、うん、意外や意外ね、今ちょっと長めかなと思って切りましたけどね、ほとんどね、まあまあまあ余りますけどね、こんだけしか余らないんですよ、うん、結構ね長さあるんです、これ一周あたりね、よいしょ、はい、こんな感じでできました。そしたらね、フロント行きましょうかね、フロントね、よいしょ、
これはね、これもね、細切りマスキングを一つ作ります。で、ここでね、こういくとか、コムさん顔が入っちゃうんですね。はい、まあまあいいですよね。コムさんの顔、ご存知の方はね、ご存知なんで。よいしょ。はい。ね、あ、ちょっと短くしようかな。こうして、どのぐらいかな。まあ、短くね、足らなかったら足らないで、またね、足せばいいかなという感じ。ここね、角。ちょうどいい太さかもしれないね、これ。こうしてね。このね、この角がね、直角に近い角やったらね、縦向きに貼っていくやつがね、ずーっと貼って、角に合わせてね、貼っていけるんですけど、ちょっと斜めすぎるんですよね。なんで、こう縦に貼っていくとね、ずれる可能性があるんで、やりにくいんで、もうこう、鉢巻き状態でね、これも割とこれ貼りにくいんですけどね、まあ、今回の場合はこれの方が行きやすいかなという判断ですね。あれ何の時やったんかな、 787B の時かなね、短い短冊みたいなやつ作ってね、縦向きにずーっと貼っていきましたけどね、周り先ほどやってた角ここのね、ここにこう巻いてやったあれと同じようなやり方でね、やってましたけども、よし、これでいいかな。でこうね、縁こう押さえておこっか、こんな感じ。ピンクのホイールみたいになってきましたけどね。よし、この角ね、ここもちょっと押さえておこう。もうここはこれでね、決まりなんで、隙間あると流れ込んだ嫌なのでね、しっかり押さえて、そしてどうしようか。これもやっぱり、そうやな、こういこうか。よいしょ。ちょっと長いかもわからないですけどね。これをちょっと余らせて、ちょっと余りすぎかな。こんなもんかな。できるだけね、これもね、餃子作戦ではないんですけどね、ちょっとした、こうね、ちょっとした餃子作戦。こういうね、折れ目をつけつつ、こう上へ上げていかんとね、下へ下がっていくんですよ、テープの頭がね。こう、同じだけね、残すように、こう上へ上げていくと。よいしょ、こんな感じかな。よいしょ。はい、んで、これをね、切るかな、うん。このままでもいけるかな。このままいこうか。こんな感じでね。シューマイ。シューマイ作戦ですね、これ。これ、シューマイですね、これ。で、また言っちゃった、餃子の時にね、シューマイ作戦。こうして、くっつけていく。ね、こう。よいしょ。ね、しっかりとくっつけていきましょう。ここちょっと外れちゃったな。外れたとこはね、しっかり補強して貼っときます。シューマイ作戦とか言ってるからですよね、これ。まあ、ええか。こんなもんかな。はい、そしたらね、この、あ、これちょっとやばいな。今度はこれね、これ今度は重要な役割を果たしますね。
はい、こんな感じでね、できましたね。はい、そしたらね、ちょっと一旦止めます。はい、というわけでね、ホイールはね、こんな感じでマスキング終わりましたので、次ね、タイヤをね、ちょっとこう、ラインがね、かなり入ってるので、こんな感じでね、入ってますので、削っていこうと思います。これです、これ、これ久々のね、こんな感じでね、削っていきます。これだとね、あっという間に行くんですけど、要注意は、絶えず動かしとかんと、同じとこ削っちゃうとね、タイヤにフラットスポット、フラットスポット作っちゃうというかね、変な形の、デコボコしたタイヤになっちゃうんで、よいしょ、こんな感じでね、もうこれでいいかな。うん、まあまあこんなもんでいいでしょうね。もうちょっとね、行って走行してる感じのね、タイヤの表面出してもいいんですけど、まあこんなもんでいいかな。バリさえなくなったらね、そこそこ綺麗なんで、これ以上取ろうとするとね、だいぶ削らなきませんよね。うん。と言いつつね、もうちょっと行ってもいいかなと思ってるんです、今。もうちょっと行こう。歪まないようにね、このドリルの方をね、よいしょ、これが平面まっすぐなね、やつなんで、歪まないようにね、ちょっとこれ、ティッシュでも引こうかな、よいしょ、ちょっと待ってくださいね、さっき掃除しといてね、一旦止めてもいいんですけど、はい、まあまあ、こういって、で、こんな感じでね、いい感じですね。今、これぐらいがいい感じですね。どうでしょうか。綺麗になりましたよね。これでね、ずっとタイヤ削っていきます。だんだん慣れてくるとね、作業もね、こう、いっぱいいっぱいね、動かすんで、速くなってきます。はじめのうちはね、ちょっと、慣らし運転でね、ちょっとずつ削りますけどね。手削らないようにね、もし やられる方はね、あと電池切れです。ちょっとね。一旦、はい、というわけでね、バッテリー変えてきました。もうちょっとやっていきましょうかね。コムさんはこの工具を使い慣れてますので、大丈夫ですけど、皆さんね、この工具初めて使ったりする場合はね、手削ったりとかね、怪我しないように注意してください。よし、こんなもんかな。だいぶ削れましたね。一回見てみましょう。あ、でね、さっきこのね、削りカス捨てましたけど、机の上にいっぱいなってたんでね、こうやってティッシュに取ってるとね、こうタイヤカスになるんですよ。で、文字通りのね、削ってね、なのでジオラマとかね、コース作ってね、走ってるジオラマ作る方は、これタイヤカスでね、散りばめたらどうかなと。いつも思ってます、コムさんはね。思ってるけどしません、コムさんはね。はい。で、見てね、まだちょっと削り足らんないいうところだけ集中的にね、削っていきます。よし、こんな感じかな。うん。タイヤもね、非常に綺麗なね、いい状態になってきました。うん、かなりグリップしそうなね、感じ。まあまあ、ちょっとささくれんぼでしょうか。こんな感じでね。
はい、よし。そしたらね、まあまあもうちょっとやるんですけどね、フロントタイヤ、フロントタイヤがね、ちょっと気をつけなあかんのが、これフラットじゃないんです。ちょっとこうね、真ん中で膨らみ持ってるんですよ。なんでね、削るときね、真ん中だけ削るか、ね、うまーく削っていかないと、へっこんじゃうというかね。全体的にね、こう、同じように削れてるようにしていかないと、ね、走行してるタイヤはね、まばらに減るということはまずないのでね。こんなもんでしょうか。よいしょ。はい。まあ、そしたらね、もう、もう一個4本目なんですけどね、やっときますということでね。こんな感じね。一旦止めます。それではね、タイヤマークのね、テンプレートをね、タイヤに、貼っていきたいと思います。塗装用のね、テンプレートというか、まあ、それしかないでしょうか。はい。こんな感じでね。ただね、コムさんこれね、ワンセットずつしか持ってないんですよ、前後ね。なんでね、1,2,3,4,5,6,7,8 回やらなあかんのですよ、これ。ここがちょっと非常に残念なとこなんですけどね。この時にね、位置ずれないようにね、しっかりと、止めときますね。大概ね、コムさんもこんなん止めないんですよ。こう持っといてね。ちょっと待ってくださいね。これずれてたらね、あんまりいいことないんで。あ、ちょっときついな、これ、押さえるのがね。あ、これがあるんでね。あんまりこう、テープしないんですよ。こう持っといてね、シューッとやっとくんですよ。そしたらね、間違いなく、ついてくれるんでね。ここ押さえとこうか。押さえとけば、やっぱりね、ちゃんと密着してないとね、塗料が、浮くかな、こう、ばらけてね、違うとこまで飛んでいくんです、スーッとね。こう密着しててこそね、シューッと綺麗な文字が。つくので、ちょっと透けてる方がね、それらしく見えていい感じはするんですけどね。フロントはまあいけるかな。いけそうですね。はい。それではね、準備しますので、一旦止めます。はい、それではね、やっていきたいと思います。一緒なもんかな。ではやっていきます。早速ね、行きますよ。あんまり濃くなくてね、薄くね。はい、この周りね、周りマスキングした方がね、いいのはいいんですけどね、かからないんで。まあ、コムさんかかってもいいかな。いや、まあ、かからないんですよ。じわーっと吹けばね。かからないんで、このまま行ってますけど。もしあれやったらね、マスキングしてくださいね。こんな感じかな。こんな感じね。はい、それでは、めくっていきますね。
早速ね。よいしょ。薄かったら大変。薄すぎたらね、大変。ああ、いいんじゃないでしょうか。うん、いい感じだと思います。ちょっとイーグルやり替えようかな。グッドイヤーね、グッドイヤーいい感じなんですけどね。あんまり濃くもなく薄くもなくね。イーグルがやり替えやなあかんかな。うん。はい、イーグルだけやり替えます。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。グッドイヤー傷つけないようにね。同じところ、大体同じところつけてね。こうつけて、で、どうしようか。引っ張ってたんですけどね。それではね、いきますよ。よし。これでどうだろうか。ピローンとね、はい、いい感じできました。どうでしょうか。ちょっとかすれ気味なところもね、いい味が出てると思います。いい感じですね。はい。で、トレッドの部分もね、別に、白いの塗料ついてる様子もなくね、いい感じでいけましたね。フロントどうだろう。あ、フロントいい感じ。どうでしょうか。どうなんだろうか。よいしょ。うん、いいですね。はいはいはい。いいです、いいです。このね、ちょっとこう、かすれ具合がね、なんともね、言えないというか。はい、こんな感じね、グッドイヤー。できました。じゃあ、フロントね。もうフロント、どうしようかな。あんまりずれたらあかんから、ちょっとだけテープしてね、あともう、なりでいこうか。あ、もうこのままいこうか。コムさん、いつもね、こうテープなしで、もう、こんな感じです。こうね、真ん中だけ当てて、こうね、ちゃんと持って、こう持ってね。指ね、かからんようにね、ちょっと外しといて。もうこんな感じなんです、いつもほんまにね。あんまり押さえるとこっち行っちゃうんで。こうね。で、イーグルね。はい、どうでしょうか。ね、意外とうまいこといくでしょう。で、トレッド部分もね、別に何にもついていないという感じです。これでいったらね、早いですよ。1セットいくのもね。ただ、このずれないようにね、同じ方向。こうか。凍ってるよね、向き。まあ、多少ね、違う、位置が違ってもね、問題ないんですが、これ拭きに行くときにね、表の塗料をね、剥げさせないようにね、それだけちょっと注意するかな。どうかな。よいしょ。こうして。あ、イーグル行くときにグッドイヤー触っちゃうんだな。今いいか。行っちゃおうか。よいしょ。あたたたた。ずれちゃったな。こうね。こう。よいしょ。はい、どうでしょうか。イーグル。ね、グッドイヤーイーグル。こっち大手でもいいぐらいになりましたね。ああ、どっちも綺麗かな。はい、どっちも綺麗でしたね。はい。あ、まだね、もう乾いてるんですけど、ね、透けないというか、かすれないようにね、注意して、置いときましょう。ちょっと手で触ったぐらいにはね、消えないんで。よいしょ。がっつりゴシゴシこするとね、消えますよ。
じゃん。よし。どうでしょうか。ね。こっちが表やね。これはまたね、タイヤつけるときに、ね、A 方を選ぼうかなと思います。はい。リアね、リアももうこのままいっちゃいますね。グッドイヤー、こう、こうやな。ここね。センターだけね。こうね、センターだけ合わせて。はい、できましたね。どうでしょうか。簡単ですよね。早いしね、これの方がね。はい、そしたら、ラストね、これだけいったらね、あ、そうか、ホイールいかなかね、ホイールの塗装がある。終わろうとしてますけどね、ホイールの塗装があるんですよ。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。はい、うまいことできました。はい。ね、4輪うまいことできましたね。よかった。そしたらね、ホイールいきます。ホイールいきますのでね、ちょっと一旦止めます。はい。ではまずね、白サフ拭いていきます。白サフでね、一旦下地作って、から黄色ね、させていきます。黒に黄色はちょっと厳しいかもわからないので、白ね、こんな感じかな。流れ込みのないようにね、もうつい拭いたら乾いてるぐらいな感じでね。びっくりした。今ね、これ、クリップ外れたんですよ。びっくりしました。マジでびっくりしました、今。ついたら、拭いたら乾いてるぐらいでね、乗せていきます。もう流れ込みとかね、余計な、トラブルないようにね、まんべんなくね、色ムラが出ないようにね。よいしょ。これも、大丈夫でしょう。よし、こんなもんかな。まあこんなもんかな。もうちょっと。はい、それでは黄色拭いていきます。これもね、ついたら消え、乾く、ついたら乾くぐらいでね、拭いていきます。ちょっとね、ボディ色より明るめの黄色。少しだけ明るめの黄色ね。よいしょ。一回乾かそうかな。映ってるんでしょうか。映ってますよね。無言でね、作業だけ黙々とやってるので。はい、それではね、2回目の黄色拭いていきたいと思います。2回目の黄色というかね、もう一回乗せていくっていうか、乗せていくっていうことね。2回目の黄色っていうわけ。まあまあ、2回目の黄色でいいですかね。はい。こんな感じね。
あ、そうそう、あのもうそろそろね、結果も皆さんねもう見ておられるだろうからね、 F1 の話ねしていってもええかなと思うんですけど、ルクレールね、ルクレール優勝おめでとうございますということでね、若いドライバーでね、フェラーリでね優勝していくということはねすごいことですよ。まあまあね、フェラーリ見てんだから優勝ぐらいしろよっていう方もおられるかもわからないですけどね、あの環境の中でね、ね、今回のレース後ろハミルトンですよ。ハミルトンに追いかけ回されてね、ね、よく逃げ切ったかなと思います、コムさんはね。すごいですよ。そのね、ライン、ブレーキング時のラインがどうのこうのっていう話出てる、一部出てますけど、レースですからね。言うたらハミルトンだってね、そういう時期はありましたよ、若い頃ね。若い頃というか、ニコの頃だってね、ウィング、フロントウィング踏んでしまったりとかね。そういうこともやってますからね、ハミルトンもね。で、まあまあ、分かってる、本人も分かってるから、なおさら何もね、そんな怒ってはないというか、まあ、まあ、世間点もあるのか分からないですけどね。もしかしたらね、あるかも分からないですけどね。いや、話し合うよ。話し合うっていうのもね、どうなんかなって思ってるんです、コムさんね。レースですからね。レースだから何してもええっていうわけではないんですけど、そこそこルールがあって、ルール守ってね、やっていくんですが、ね、今ベテランとかね、もう引退されたドライバー、ね、でもね、やっぱり昔はね、多少ね、ブロックラインを抜かされ、トップ走ってて抜かされそうになったらブロックライン取りますよ、本能でね。レーシングドライバーなんだからね、それをするなっていうのがね、ちょっとどうなんかなっていうのは、まあ危険というのもありますけどね、危険だからっていうのは一番ですけどね、ありますけどね。まあルール守ってね、できるだけルール守って戦えたら一番ベストかなと思いますけども、ね、スチュワードの方がね、今回はね、ペナなしでっていう判断下されたんだから、ね、それはそれですよね。まあまあ、ハミルトンとルクレールで話し合いはされたらそれでいいとは思いますけどね、ムートたち。でもルクレールにしてみたらね、そんな気ないから、なんで話し合わなあかんのっていう感じだと思いますけどね。どうなんだろう、その辺はね、ちょっとね、見守っていきたいと、コムさん的にはね、見守っていきたいと思います。デリケートな問題ですよ。だからハミルトンファンから言ったらね、コムさんこんなん言うてんのはね、ちょっとね、イラッとくる話かもわからないんですけどね、別にハミルトンがね悪いとかね、ルクレールが悪いとか言うてる話じゃなくてね、あまりにそのね、法よりかな、ルールで縛り付けすぎるとね、レースにならないというかね、自然なレースにならないというか、ね、レーシングドライバーというかね、戦ってるんだから戦うもんっていうのはね、やっぱり本能で戦いますからね、いざという時はね、本能ですからね、ほとんど。誰がどうだこうだ言うてもね、どうしようもないですよ。ね。あかんのならペナね、出すという感じかな。ちょっと難しい話ですけどね。今回の場合はまあ、モンタで、ね、フェラーリだからね、しょうがないかなっていうところも、まあまあ、多少はありますけどね、コムさんの中にもね、ありますが。そんな感じです。はい、終わりましたね。はい、もう乾いてるかもわからないですけどね、一回めくっていきましょうかね。はい、あ、まあ一旦止めますね。それではね、マスキングテープめくっていきましょうかね。ね、先ほどの話続きですけどね、まあね、今回の場合はね、まあまあいいんじゃないかってコムさんも思ってますけど、ね、完全にハミルトンがね悪くない、正しいっていう場合はもちろんハミルトンね間違ってないとは言いますよ、思いますしね、言いますよ。
ね、今回の場合はね、まあまあ危険なシーンもありましたけどね、完全に横に並んでるかって言ったらそうでもなかったんでね、ちょっとだけまだハミルトンが後ろにおったんでね、まあハミルトンね、あの引こうと思えば引けるんでね、まあそこまで行ったらここしかないっていうんで攻めたとは思うんですけどね、引くところもね、ね、大事ですけどね、はい、ルクレール イン側でしたからね、はい、ちょっとまあ寄せたような感じにも見えるのは見えてましたけどね、はい、まあまあいいですか、ルクレール2連勝ということでね、あ、2連勝ですよね、すごいですよね、まあフェラーリにしてみたらね、もうね、救世主ですよね、状況から言えばね、はい、そんなとこでしょうか。ね、あとまあハミルトンがまあちょっと半ば諦めた感じでのコースオフしてね、3番手に落ちてね、ボッタスが前にっていうかね、出たシーンありましたよね。そこから後ボッタスがね、タイヤ有利だっていうところでね、追いかけ回したらねっていうね、映ってないですね、やっぱりね、思いましたよね、思いますけどね、ね、状況は違いますからね、ずっとくっついて走ってるのとね、追い上げてきてね、なんぼタイヤ元気がかれて追い上げるためにタイヤちょっと使うんでね、一緒のようにね、まあまあね、DRS ゾーン入って、 DRS 入ってからのね、なんていうかな、ちょっとまずいね、ブレーキング、1コーナーのブレーキングありましたけど、あれはね、ね、表情ね、チーム首脳陣のあの表情はね、わからんでもないですけどね、もうあくまでね、露骨にああいう顔せんでもいいじゃないかって、ね、思いますけどね、ボッタスってなんかそういう感じですよね、2位になったらね、あ、映ってないね、全然。こんな感じね、2位になったらね、普通はすごいねっていう話ですよ、こんな感じできました、どうでしょうか、綺麗ですね、すごいねっていう話ですよ、それをね、ま、ああいう感じになるんですよ、ボッタスってなんかね、流れ的にね、あ、これこう向けやなあかんね、よいしょ、F1 の話してたんですけどね、これざっくりカットしてるか分かりませんよ、はい、映ってなかったんでね、こんな感じです、はい、めくっていきますよ、ね、ボッタスの話ですよ、ボッタスね、ボッタスで2位になったらね、よかったね、いや、すごいねっていう話じゃないですか、本来ね、まあ、状況が状況でね、1コーナーでミスったんでね、わあ、なんだっていう感じは、残念だっていう感じはありますけどね、2位に入ってるんだからね、まあまあ、あの瞬間ね、よし、いけるって思ったからね、ゴムさんも、思った瞬間に、ね、あのミスですから、まあ、あの顔は分かるんですけどね、ボッタスってなんか勝ってもね、負けてもね、どっちにしてもね、なんかああいうね、引き立たないというかな、なんかそういう流れの時が多いな、2位に入ってんだからね、素直にね、喜んであげるはずなのにね、なんかそういう感じなんですよね、ボッタスって、速いドライバーなんやけどな、よいしょ、はい、こんな感じでね、綺麗な黄色になったと思いますね、よいしょ、まあまあね、もちろんね、ルクレール優勝してほしいなっていう感じで見てたんですけどね、あの時、まあさすがにボッタス後ろって言ったけど、まあ後ろは後ろの応援しますよ、コムさん基本的には全員応援してますからね、一番ずっこい応援の仕方というかね、見方なんですけどね、ね、全チーム全ドライバー、まあまあ中にはねちょっとっていうのもいてますけどね、はい、あ、こんな感じでね、できました、どうでしょうか、ちょっと歪んでるとこはね手直ししますね、こんな感じ、4本ねしっかりできましたね、はいね、 F1 楽しくなってきましたよね、っていうか楽しいですよね、元から、この多分 F1 何がしょうもないんかなって、みんなしょうもないしょうもないって言うけどね、何がしょうもないんかなと思ってね、思ってるんですけどね、もっとそういう目で見ていかなあかんのかな、しょうもないとかしょうもないとか言うね、はい、グッドイヤーもね、こんな感じで出来上がりました、あ、これちょっと白を拭いちゃってね、
こういう時はね、こうね、こする、こすったら取れますからね。よいしょ。これでね、まだ心配な方はね、半艶なりね、艶消しでコーティングしていくという感じですね。コムさんはこのボケてる感じとね、手でこすれても別にね、それはそれでね、傷いったらね、走った感じがあるんで、いいかなと思うんでね、コーティングしないんですけどね。はい、ということでね、今回これで終わっときたいと思います。最後までね、長い間ご視聴ありがとうございました。で、また次回もね、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。と、あとね、最後に、いつものお願いね、ぜひね、チャンネル登録、よろしくお願いします。コムさんね、チャンネル登録たびにね、ガッツポーズしております。登録者さんね、登録していただくたびにね、ガッツポーズしております。ね、元気も出ますしね、どんどんやっていきたいと思います。コムさん、ちょっとね、動画上げすぎんのかな?って最近思ってるんですよ。うん。いや、そういう問題で別にね、どうのこうのっていうのはないんですけど、ちょっと上げすぎなんかなって考えてるんですよ。うん。まあまあいいですね。またそれを考えていきます。ね。今回これでね、終わっときます。テンプレートの方はね、次回使うときね、綺麗に使えるように、そこそこね、こんな感じでね、掃除して綺麗にしときます。はい。それではね、今日はこれで終わっておきます。ベネトンフォード B192 でした。お送りしたのはコムさんでした。それでは、さよなら。